どうも忍者になったんヨーロッパ忍者修行ドイツに来ています。今日は路上ライブ忍者と写真撮ってみたに挑戦します。2回目のバスうまく乗れました。こんな感じの景色です。落ち着くわー。いい天気。そして路上ライブの場所に向かいます。今日はこのアイススケート場の向かい神聖っぽいところで。 やっちゃいます、路上ライブ今日は忍者と写真撮ってみた路上ライブ挑戦したいと思います前回よりもブルース・ウィルスに反応があって笑ってもらえて幸せでしたあとはやっぱり折り紙手裏剣ですね子供たちにすごく人気で折り紙手裏剣を子供に渡すとお母さんが子供にチップを渡して。 子供たちがチッップボックスに手裏プを渡すと同時に忍者のチラシもお渡しして忍者レンタルにつながったらいいなそしてなんと1枚だけですが写真を撮ってもらいました多分ドイツ語だったんですけど TikTok に載せていいって言われてもちろんもちろんと答えて動画かと思ったら写真を撮られて帰ってきました。 小学生中学生ぐらいの女の子2人とお母さんでした忍者がどこかのドイツ人の TikTok に載ってると思いますのでバズってくださいどうか忍者のために忍者レンタルのためによろしくお願いしますその子に忍者はかかっていますあとは教会に行くクリスチャンの方に声をかけていただいて「その手裏剣水色と黄色はないの?」って言われて「 水色と黄色が好きなんかなって思って探したんですけどもう折り紙がなくて「ごめんなさいないです」って答えたら「水色と黄色はウクライナの国旗みたいで今からウクライナに祈ろうと思ってるあなたのためにも祈ってくるわ」と言って手裏剣を持って立ち去っていきましたありがとうクリスチャンあと気温は相変わらず寒いです 7度ぐらいいだと思います忍者はジャケットが着れないのでネックウォーマー2枚と超極弾ヒートテック3枚とウルトラダウン1枚とヒートテックタイツを1枚とつま先にカイロを忍ばせてるんですけどそれのせいか足ががれてて感覚ななくなってくっるんですよねであんまりあったかくないんですよねつま先カイロ。どうしたら いいですかねそうここで気づいたんですけどチップボックスの前にこの「フェイルフリーテイクアピクチャー」という看板を、えー、置いてたんですけど近づかかななないいととと見えないのかなと思って横にに置くこししましたブルース・ウィルスは結構反応あるのにテイクアピクチャーはあんまり反応なかったんであとこれ英語じゃなくてドイツ語にしたらよかったなとか思いました。 でもあんまりドイツ語を掲げすぎるとこいつドイツ語をめちゃくちゃ喋れるんじゃないかと思われてドイツ語で喋りかけられると困るなてかすでにめちゃくちゃドイツ語で喋りかけられてたんで困ってましたまあ結果フィルフリーティクアピクチャーの位置を変えたところで誰も写真を撮ってもくれなかったんでドイツ語だとか英語だとか 関係ないのかもしれません看板のせいにしたかったですごめんなさいえー、お客さんがいない時間は相変わらず折り紙手裏剣を持ってます折り紙手裏剣を折りすぎてそろそろ紙がなくなりそうです忍者をあまり暇にさせないでくださいドイツの皆さんよろしくお願いしますそして路上ライブ中は インスタライブをやってますのでぜひ皆さんリアルタイムの忍者を覗きに来てください励ましのコメントもお待ちしておりますそして路上ライブ中に来てくれた皆さん本当にありがとうございました励まされましたあと寒すぎて歌を歌ってすみませんでしたすごく 気持ちよかったです歌を歌うとテンションが上がってくるのであったかくなるんですねインスタライブでリクエストありがとうございましたいやリクエストされてないな私が勝手に歌いたい歌を歌ってました歌詞を送ってくれた方ありがとうございましたおかげでものすごく気持ちよく歌えましたそれを見たドイツ人はドン引きしてました おおかげでお客さんがが減った気がします。あとこのビニールの中から選んでいいよっていう感じで手裏剣をいつも渡してるんですけどドイツの女の子が来て袋ごともらおうとしてそれは笑っっちゃいました。た可愛かったです。あと可愛くなかったのが結構後半なんですけど知らない男の人が来て多分ドイツ語で書かれた紙を私に見せてきて「5ユーロくれ」と。 ずっと近くで結構怖い顔でお金を私から取ろうとしたことですねでその後一緒にいた小さい女の子も来て「お前のそのチップボックスの中にお金が入ってるの分かってる」指差して5「5ユーロ5ユーロ」って何回も言われてめちゃくちゃ怖かったです何回も断ってやっと立ち去ってくれました結果約3時間半で 7.72ユーロ約981円でしたありがとうございましたそうこれ関係ないけど牛折った牛めっちゃ臭かった街でこの顔見てあとビリケンさんがいました関西の人ならわかるあとこれスロープで動くやつ珍しくないドイツの救急車 これは衝撃映像7度の中アイス食べてるドイツ人。